さあて youtube ラライイイブブンスタライブ始まってままっいりました今日何を話すのかズバリ子育て子育てについて聞きたいと今日はですね江戸時代に生きていたこの和服のひげの頑固おやじがどういった教育をしているのか私子供が3人おりますえ今度ですね小学校5年生3年生1年生そんな感じですけれどもねあの 私は日本の私のミッションは日本から世界をどんどん良くしていく日本を発信するということで映画のプロデューサーをさせていただいたりフィリピンエクスモの理事をさせていただいたりあのいろんな、えー、お茶とか稼働とかそういう先生たちをあのプロデュースしたりしておりますそういった中でですねこの日本を最もよく簡単にしていく方法は何ですかそうです子供たちが自分の意思で 目をキラキラ輝かして生きる実感を自己肯定感を持って生きていくそういったような状態にしたいということですね幸い私は子どもいっぱい授かりましたので毎日そういうです、ねえー、ことを子どもたちにどうやったらそんな子どもたちに自分が子どもたちはどんな教育をしてもらいたいのかていうことで,です、ね、学校の教育はさておき学校から帰ってきたその16時とかです、ね、17時からそこから 夜の親父の教育の時間が始まるというね。できた。そんな子供たちですよね。子ど子供たちが帰ってきてですね、あの私あの教育を受けるわけです。そして私はどういった教育をやっているのか。これ江戸時代の教育を参考にしています。ね。よ。一つ例を取りますとね、あの江戸時代っていうのはあの子供たちが本当に寺小屋とかでのびのびとやって暮らしてて、あのなていうか自分たちで学習して、親から叱られはするけれども。 この400年間の歴史、えー、こういったものがなぜ今、こういうねあの学校教育に変わってしまったのかっての後半話せればいいんですけれども、その辺のノウハウ、ね、うん、こういうふうに実際育てたら、人間の脳にはこういうふうに作用してるよっていうことを、えー、お話し,していきたいと思います。なぜならば私は、東京大学の博士課程で、あのちょっとこれ、ミュートにしていただけますか。あの 東京工業大学の博士課程で脳の研究をやってたんですね。だから脳にどういった、何を入れるとどういった反応が出るのかっていうのを考慮しながらです、ね、子どもたちの成長を見て我が子で実験していると言ったらなんですけれどもあの自分の、ね、最愛の子どもはどう育てていくか。大原則を1つだけ言います、1つだけ大原則。それはですね、ありのままの子ども。 いい子だから、悪い子だからではなく、ありのままの子供そのそれをもう愛してあげる。あげるんじゃないですね。もう私自身が、ね、好きなんでね、勝手に愛してるんですけれども、多くの場合、日本の教育、こうなんです。あなたがこれこれをしたからいい子ですね。だからお父さん、お母さんは愛してあげますよ。あなたはこれこれ、こういう悪いことをしているので、怒られますよ。愛されませんよ。というシグナルが出てしまっている。 そうすると子どもはです、ね、親から愛されるためにそのように演じるというかそのような価値観を脳の中にどんどん入れていくんですね、あこ,うこういうときはこうすればいいんだ、まあ、それもね必要なんですよ、必要なんですけれども大前提はあなたがどんなに悪くてももっと言えば犯罪を犯して世界中の誰からももうお前は悪いやつだと言われたとしてもお父さんとお母さんだけはお前のことが大好きだよ。 っていうシグナルを発信し続けるっていうのが教育のもうほんと一言だけ言えといえばそこが大原則なんだというふうに私は信じてですねあのやっておりますまあその大原則の中でもですねあのまあ細かいこう、まあ、なんかその事例みたいなのがあ,あるので今日はそこをね触れていきたいと思いますがじゃあここで問題を出しますよ問題を出します。子どもたちは何を餌に成長ししていくのでしょうか 何を餌に成長していくのかね餌っていうとねこうちょっと言葉が悪いですけれども、まあ、例えばねガソリンエンジンだったらそのガソリンを餌にこう動き出して回ってね進んでいくわけです子どもたち一体何を何を報酬として成長して学んでいってると思いますかこれねここが間違ってる人が多いのでまあ、子どもとの接し方をこうねあのー 大幅に間違っててていいいる方が私がが私見ていて多いような気がしますこれね、本当はいろいろ聞きながらね、まああの、チャットとか書いていただいてもいいんですけれども、まあ、あの待ってるとね、話が進まない40分なので、もういきなり答えを言います。まず、間違った答えを言います。多くの方はこういうふうに思っています。子どもたちは、親から褒められることを餌に頑張っている。まあ、そう思いますね。お確かになるほど。しかし、これが落とし穴なんですね。 子どもたちが欲しがっているものは、当然、その親から褒められるとかも欲しい,欲しいんですけれども、じゃあ、親から褒められることが餌でやってるんだったら、なんで親がやってほしくないことをやるんですか褒められませんよね。つまり、子どもたちはそれを餌に自分の行動を決めてるんじゃないんですね。これはもう心理学的にも明らかです。正解を言います。子どもたちは親の注目を得るためにそれを餌に。 自分の行動していくんです。親の注目を得るものの一つの中に褒められるっていうのがありますね。でも、叱られるとか、自分に無視されないで自分のことを構ってくれるとか、自分の相手をしてくれるっていうのは注目される中に入ってるけれども、褒められるには入ってませんね。つまり、 問題行動を引き起こしたりするその原因、子どもたちの原動力の餌は、親の注目を得るっていうところの一点になってるわけです。だから、悪いことをしたら注目を得ますよね。あ叱られたと。叱られたら嫌なんですけど、結局それを求めてるんです。親とのコミュニケーション、親に注目を受ける。なぜならば、例えば兄弟がいます。自分が一番構ってほしいですよね。弟が生まれます。兄貴の注目度が下がりますよね。今まで100%だった注目度が50%になるわけですよ、弟ができたら。 で親の愛の奪い合いが始まる、まあいろんなね、まあ、それと親と子どもの心理学のところは省きますけれども、結論を申します、子供は親の注目を得るためにで、だんだんその親との関係が離れていくと、今度は学校の先生とか友達からの注目を得るために、つまり良くなっていく、褒められるためじゃないんですね。だから勉強したら褒められる、だったらやる。 えー、で、あのー、悪いことをしたら叱られる。だから悪いことをするんです。このことを知ってるとです、ね、親の行動、態度が変わってきます。どういうふうに変わるのか。いいことをしたら、つまり親がやってほしいことをしたら、めちゃくちゃ褒める、構ってあげる、注目を与える。一方、悪いこと、まあ、親が、ね、やってほしくないな、こういう人間になってほしくないなとなったときには、そこでね、叱ったり。 ダメよとかね、言っちゃったりするんですけれども、これ、相手に注目を与えてますよね。つまり、やるようになっていくそれを。面白いから。これ、やるようになるとか考えてやってるんじゃないですか。子どもの餌が注目を受けたことは、自分の人生に関係あることだということで、勝手に脳が学習を進めていくっていう話なんですね。なので、正解はこうです。いいことをやったらめちゃくちゃかまってやる。悪いことをやったら無視する。 なん,かなんかやってたのおなんかやってたそ,うそれが餌となって、あこれは注目が得られないんだと、特にこれ、幼少期が強いですね。まあ、言葉が分からないうちからずっと反抗期まで、えーと、この行動原理のみといっても過言ではないくらいですね、その脳の中の根本にあるのはそこです。それが報酬となって、相手の行動が。 興味付け、け動機さされていって強化されてて、ていいっ強化きます。そして脳は脳の神経回路はその行動をやればやるほどそこの回路が強くなっていきますのでパターンができていくんですねだから幼少期三つ子の魂100までっていうのはその時にあ僕はこの世の中に対して喋ったり意見を表明したり笑顔でいたり自分の心を表現したらこの世の中は認めてもらえるんだつまり親からの注目が得られるんだということを学んだ3歳までに学んだ 子供はそれをその脳内回路を使って次のことをどんどん学習していくわけですね。逆に「静かにしなさいうるさいお前は何もするな動くなご飯食べなさい!」<laughs> みたいなまあ分かんないですけどねあのそうやってきた子供っていうのは自分が何かを発信してはいけないんだまあその注目されるんですけれどもまあ,あの嫌な注目なんでねそういう脳内回路を作って3歳までにそのパターンが決まって 3歳までにです、ね、発信型か受信型かっていうのが決まるっていうふうに言われています。で発信型の方が、まあ、大体にしていいんですけどね、まあ、どっちがいいっていうのはまああるんですけど、受信型の場合は大体内向的とかの言葉を発しなくなったり、あのえー、と一般的な社会において、えー、社交性がないと言われるような子に育っていく3歳までの基礎を手に入れていくことになります。 まあそういうことを考えると、ですね一番,一番学習効率が、子どもの中で一番学習効率が高いのは何歳ですか、ね、これも多くの方間違っているので、正解はです、ね、0歳なんです。まあ、0歳だと、えー、何も学んでないし、何もできないじゃ,んじゃないんです。脳内の成長とは一体何か、脳内の細胞がどういうふうにつながっていくのかを形成づける時期のこと、成長というわけですね。でそれが ある程度言葉とか手とかが動かせるようになったりしてアウトプットできるような状態になって外から見えてあこの子分かってんだなという状態になるのが1歳とか、ね、3歳とかになってくるわけです特に言葉とかも、ね、3歳以じゃないとで手とかねあのた,たまたま動かしてみたらここに手が動いてるのが見えるとかそういうのを繰り返してあのあこうやった脳ここの,のここに電気を流すと手がこうやって動くことなんだな目の前に何かが動いてるあ首という心境 あの筋力を動かすと、えー、視界がこうやって動くんだなっていうのを何回何回も何万回も学習することによって自分の体っていうのを理解していくわけですねつまり0歳の時が一番学習効率が高いつまりその子が発信したりアウトプットしたりしようとしていると親の笑顔が目の前に現れるこれが究極の学習なんですでも 1>, 1歳とか0歳のときはアウトプットしてるように見えないので、子どもはですね、なんかこっちがあのやっても、まあ、分かってないんだからいいやみたいになっちゃうんですけど、これは間違いです。0歳のときが一番です。だから、0歳から3歳までに徹底的にはっきり言います。仕事を休んで、でも親が子どもに接してください、ね。私はそれができなくて、そのねあのま、だ子どもがちっちゃいときはです、ねあの、私、3年前までにあの国家公務員、陸上自衛官だったんでね、もうほとんどもうね、 あのい市ヶ谷とか、ああいうところに、ね、住み込んでいた、まああの働き,働きまくってたわけですね。で、まあ、その今、退職してもほぼ全部自分の家にいて、全て自分の時間になって子どもと接する時間がもう圧倒的に増えたと。これは人生の一番大切なこの時期に、あの この一人生の一番大切なこの時期に子どもと接するということが自分の人生において一番重要なことなのではないのかということに気づいたりして今はこうやってるんですけどももうその前から私はあの大学院で脳の研究とかやってましたんでやっぱりその時期は親が仕事を休んでもだから私はですね将来政治家になって子ども生まれたら10歳まで仕事に行かなくてもいいベーシックインカムだっていうねそういうあの政策をね整えていきたいななんて思ってるんですけどこれこそがまさしく日本を。 圧倒的なスピードで良い国にしていく方法だと思っています。で昭和の時代は母親が育っている男は働きっていうあの、まあ、ステレオタイプが完成してですね、実際それでうまくいってたんですけれども、まあ、そこで、まあ、いろんな歪みがね、子供っていうのは不正と母性、両方あった方がいいって言われてますんでねあの。で、江戸時代はそんな感じになってたわけです。つまり親父が常に家にいてですね、あのにらみを聞かしてたわけですね。はい。ちなみにですね、 まあ今、子供は何を餌にしているのかっていう親の注目です。だから、注目を得るために、兄貴が勉強が得意だったら、弟は運動が得意になっていく。まあ、逆も、兄貴が運動得意だったら、弟はあのえっとね勉強得意になっていくとかね。まあ、お互い自分が注目を得るために何をするんだってところに面白みを覚えて、そればっかりやっていくわけですね。人間の行動は自分の感情が上がることを延々と習慣化していくっていう性質の脳みす。 脳みそなんです全員そうです。我々もそうです。なので、自分の状態が上がる、つまりそれは子供にとっては親の注目が得られるということなんですね。だから親の注目を得られる得るために問題行動を起こしていく。まあ、例えば、片一方がめっちゃ褒められてて、自分は何をやっても褒められない子は問題行動を起こすことによって、親の報酬を得ていくっていう戦略になっていきます。だから、この答えが知っていれば、あのー もう自分親としてての対応はもう決まっていくわけですね問題行動をしたら無視する、親の注目が得られない、その代わりやってほしいことがあったら、そんなもう、昨日もやった、一昨日もやった、当たり前じゃないかということこそ褒めまくる。なぜならば、それをやればやるほど子どもにとっては報酬が得られるわけです。あこれをやれば私は親の注目が得られる、そんな、このように私は生を受けたんだということを。 10歳まででの間に学習していくわけです、まあ、ちなみにです、ね、もう専門的な話をすると、0歳から3歳までに、えー、鼻と口に関することが、えー、完成していきます。鼻と口っていうのは一番原始的ですよね。あの食べたり匂いを嗅いだりする、まあ、ミミズみたいなものです。ミミズにある、ね、鼻と口に匂いを嗅ぐのがありますよね。だからそこを原始的な3歳までにそこが固まっていく。形とかもね、あの味覚とかもそういうのも固まっていきます。 まあそこでちょっとねあの、うんちく言うと、私はあの幼少期に子どもたちにですね、ご飯を食べるときに、一番ダメなのは、ハンバーグを食べさせてから、ご飯を食べさせてから、サラダを食べさせる。これ、一番悪い順番ですね。一番いい順番はですねあの、まあ、サラダ、野菜を食べさせてから、ご飯を食べさせてから、お腹いっぱいになりそうなところにハンバーグを食べさせるで。そうするとね、全部美味しいんですよ。 でも最初にハンバーグ食べたらどうですか最後の野菜はね、あんまり残しちゃったりしますよね。だから全部を同時にお机の上に乗せちゃいけないんです。机の上にはあってもいいけど、親父が統制して、よし、ご飯を食べてもいいぞと。いやお前はダメだ。なんでか、ね、そこにサラダが残ってるんだ。もっとね、すごい、えーの、いいパターンは、最初にサラダじゃないんです。最初にみょうがとか、 わさびとかからしとか苦売りとか、要はきわもの系ですね、を食べさせる。それが食べてないから、お前は次のやつがいけないんだ。食べる順番を親が決めてやるわけですね。そうすると最初、お腹が減ってるんで、はっきり食べます。わさびでも食べます。で、わさびもちょこっととかだったら、あのね、ほなご飯んみたいにわさびもりもりもりって食べるわけじゃないですよ。<laughs> これね、大人でもきついですからね。でも、わさびを食べて、ね、そんなに大したことないんですよ。 まあね、小さい頃は泣きますけどね。でも、あ、大したことないなって言って、それを食べたら次のもの、つまりお腹が減ってるんで、次のものを食べるためにね、まあ、食べるわけです。お父さん、わさび食べたよ。そのうちね、お父さん、からし食べたよ。お父さん、みょうが食べたよってね、言って、もうガーってこう、次のやつ行くわけです、ね。これ、何がいいか。ね、3歳までに口で鼻が出来上がるって話をしました。そうです。好き嫌いがなくなります。そして、あらゆる味覚が あらゆるる味覚を感知できる舌と鼻とと鼻脳が完成していくってことですね。あのー、まあ別に何好き嫌いで食べられないものがあってもいいんですけれどもありとあらゆるものの味が分かった上で何でも食べたらおいしいと思う子どもとポテトチップス以外おいしくないんですって言ってる子どもどっちが大人になって幸せですかつまり、 私はその子が今望んでいることを与えるのではなくその子が残りの80年間生きていく時にこういう脳みそを持っていたらいいなっていうものを与えてあげるように心がけるわけですね。まあ、あのさっきのね食べ物の与える順番っていうのはあの非常に効果的面なんで試しにやってみてください。 であの3歳まで、もうね、うちの子も3歳過ぎちゃったんだよっていう方は、別にあ諦めなくてね、あの普通に食べさせればいいと思いますけれども、3歳までね、味覚とかそういうの完成します、ね。そして、3歳から10歳までに完成するのが、えー、っと目と耳って言われています。つまり、情報収集ですよね、目と耳は。ちょっとうんちこ言うと、耳っていうのがあの、哺乳類の脳みそが大きくなった理由は耳なんですね。 耳から音が入ってくる、その音の順番を解析する。あいうえおって言ったと時に、あの次にいが来た、いの次にうが来たっていうのは、なんで分かるんですか我々の脳が頭がいいからなんです。あの他の動物はこれなんか、うえってなってて、なんかよく分かんないわけですね混ざ、混ざって。それが分解するために、この脳は大きくなったんです、なぜか。 我々の祖先がネズミだった時に恐竜とか、ね、いろんなものがこう,うごめく中、真夜中だったら自分たちは食べられないっていう世界だったんですよ。その時代が何十万年も、何百万年も続いたわけですね、哺乳類。その間で進化したのが音を頼りに進む、つまり暗闇の中でも生活できる、これは音なんですね。で、哺乳類の脳みそだけが、えー、大脳皮質が大きくなったこれは音を分解するためなんです。 でその音っていうのは外界からの情報収集ですね。目もそうですね。だから10歳までに完成するのが目と耳だっていうふうに言われてます。そしてじゃあ10歳から20歳までに完成する、まあ、正確にはね、大体26歳くらいなんですけど、のが、えー、っと、ね、花、だからあの、まあ眉毛とね、おでこ、表情、えー、っと、あと、絶身にだから、まあ、脳みそか。脳みそが大体26歳くらいまでに完成します。 なんでちなみに人間の表情の7割はどこで皆さんあの感知しているか知ってますか正解は眉毛です。眉毛のこのピクピクで皆さん、ぎね、今、右眉がちょっと動いたからあなたはこういうふうに考えてますねって言語化できないんですけれども、実は私たちの真相意識は読み取ってるんですね。だから、なんかよく分かんないんだけど、ちょっと嘘くせえなとか。 この人の話は、ね、信用できるんだよね、みたいなのは、実はあなたは、あなたが知らないうちに、あなたの脳で相手の眉毛の動きを読んで判断してるんですね。だから、その心理カウンセーラーとか、そういう人は眉毛とかの動きを見逃しません。もっと言うと、額のシワこのシワを見ただけで、その人の思考が分かる人もいます。なんでかっていうと、寝てる間にめっちゃ動かしてるんですよ。ここにシワができるのはなんでだか知ってますかこれ、寝てる間にそういう形をずっとやってるんですね。 起きてる間にずっとこうやってる人いないじゃないですか。ね、寝てる間に結構やってるんですよ。激しネもそうですね。寝てる間に脳が自分の考えを顔に顔面にアウトプットしてるんです。レム睡眠、ノンレム睡眠ってありますけどもね。だからシワができるんです。シワっていうのは正確に言うとですね、自分の脳が表現された状態なんですよ。だから、あこの人こういう考え方だなっていうのは、人相学をやってる人は結構ね、まあ、私もやってますけれども分かっちゃいます。 ここにしわがあるっていうのはこういう人なんだなとかですね。でももう恐ろしいですよ。その日、シワを、ね、隠すために髭を生やしてるわけじゃないんですけどね。あのまあ、要は顔に全部出てますっていうことです。だから刑務所に行ったときに皆さん、何しますか刑務所に行った人、眉毛剃りますよね。あるいは自分の気持ち、心を相手に読まれないようにするためです。相手の気持ちが読めないときに人は気持ち悪くなります。だから、眉毛剃った、ね、人を見て怖いなってものは、相手の気持ちが読めない、眉毛がないからですね。 平安時代の人たち、眉毛剃ってましたよね。あれ、なんでですか？自分の心が相手に読まれないようにするためです。だからク家は眉毛剃って、で、ね、この辺白くして、なんかこの辺にね、ポンって、まあ、なんか眉毛みたいなのを書いてね。あれは好きな人が現れた時には、あいつ、あの女、あの殿方に色目使ってって言って、それが死刑になったり、あの宮中から追放される理由になっているわけですね。 でそれを読み取られないようにその顔を白くして顔が赤くなっていることも悟られずにやっているその宮中の,そのお作法だったわけです。だから、ま、まあ、これね、ちょっとちくがちょっと子育てからちょっと違う方いっちゃってね、すいませんけれども、まあ、そういう顔に出てるんです。子供もそれを読んでいます。だから嘘をついたら全部出てるって言われてるのはこと、相手に伝わるね、あの自分のコミュニケーションのうち、ビジュアルと音調と、 えー、あの言葉の意味、これね、言葉の意味が7%しか相手に伝わってないっていうね、あのメラフィンの法則ってありますね、有名な。で、視、ま、覚、あ、が55%かな、で38%が音調っていうのがあるんですけど、まあ、例えばね、私はあなたのこと大好きですって言ったときに、これが100%相手に伝わったとします。でも、じゃあ、これはどうですか私はあなたのことが大好きです でさっきと全く同じ言葉言ったけど、花草寺なんか全然大好きな感じがしませんね。つまり、ビジュアルが55%相手に伝える、えー、その情報を伝えてるってことなんです。で、まあ、これ、私はあなたのことが大好きですって言っても、あのこれが、わあなたのことは大好きですとかって言ったら、同じ格好で言ってても、もう伝わらないわけです。38%伝わってないんですね。だから、全く同じ言語としての意味っていうのは、相手にもう7%しか伝わってないってことなんです。だから、どんなに嘘をついても、 相手にバレててますすよっていうことなんですねだから子供と向き合う時は特にそうです。もうね子供が嘘ついてるかどうか簡単ですよ。簡単に分かります。もし分からないとしたら相当ね子供の顔を見ていない。例えばねなんかあの叱ったとしますね。叱ってハってやってやったら子供が「僕が悪くないんだもん!」って言ったらこれね本当に心の底から悪くないと思ってるっていうのはなんか分かったとします。 じゃあね仮にね僕悪くないんだもんとかって言ってたら本当は悪いって思ってるけども、ね、自分の中にいくつかの意識があって、ね、人間意識一つじゃないですからね脳のあちこちでべいろんなことを別々に考えてるわけですそれのいや本当は悪いと思ってるんだけどとりあえず悪くないという自分を作っているっていうのがそこ伝わってくるわけですねだから私は叱るときも嘘ついてるのかどうかすぐわかるので、まあ、これあのね 5年生より上になってくるとねそれも上手になってきますんでねあの演技は、ね、そこはまた別のところを見ながらね分析していくんですけれどもあのこれなんで、ね、分析が必要かというと親父が親が信用されるかどうかは子供が嘘をついているのかを見抜けるかどうかの一点にかかっているんですよだから何を言っても本当のことを言いなさい何を言っても本当のことを言いなさいって言ってそれが。 もうこっちは嘘ついてって分かってるわけですね。で、向こうも嘘ついてるの分かってて、この親父だけは騙せないって思うわけです。でも、本当のこと言ったら瞬間的に、あ分かった、じゃあ次から気をつけようねって言ったら子供はその後どうしますかそうですよね。嘘をつかない方向になっていきますね。そして子供に伝えてあげてください。嘘をつくとなぜいけないんですか、はい嘘をついたらいけない理由知ってる人。 これね、あのまあ、全部ね、まあそれ正解です、正解ですけれども、大体ずれてます。<laughs> まあ大体よくね出てくる嘘をついてはいけない理由の最たるものが、1つ嘘をつくと、2個、3個、4個と、どんどん嘘をついていかなきゃいけなくなるから、嘘をつかない方がいいんだよっていう説明がよくねあのされてますけれども、これはですね嘘をつくデメリットのほんの些細な使用末説、ゴミみたいな。 まあそれもマイナスですけどね、そのゴミみたいな要素でしかありません、本当の理由は、さっきのメラビアンの法則、その人の力が100あったら、嘘をついたら、その7%の言語のところしか相手に影響力を与えられなくなるんですね、つまり、一言で言うと、自分が弱くなるわけです。嘘をつく最大のデメリットは、自分が本来の自分から遠のいて弱くなるってことなんです、本来の自分が一番力がある。 まあ私が今喋ってるのを見てね、あのこの人は本心で喋ってるんだなってなんか思いますよね、まあ、本心で喋ってるんですけど、あのー、それが一番説得力が増し、一番エネルギーが、ね、あの高く、相手に影響力を与える状態。だから私はこれで子供に影響力を与えていくわけです。 この、まあ、生のガチンコのぶつかり合い、これ相当な、ね、時間がかかるんで、忙しいお父さんは、ね、なかなかできません、ね。だから子育ては結構時間がかかるんです。ちなみに、あのね、子供が何か言ってトン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 って、ね、うん、分かったって、ね、あんまり聞かずに、うん、分かった、うん、それで、ああ、分かった、うん、じゃあまた後でねってやってたら、子供はこれからね、あ親父さん聞いてないんだな、じゃあ、あのー、これから話すのやめようって思いますよね。な,んでですかなぜならば、子供が欲しいものは親からの注目だから。 今の、ね、えうん、分かった。あうん、ちょっと忙しいから、あっち行ってやってたら、あ、これ一応ね、まな板で切ってるんです。今日もね、私がね、食事作ったんです。<laughs> あの、ね、そうやってたら、あの、ね、子供は関心が外れますよね。だから、まあ、お父さん、話さない方がいいんだなっていう、えー、ことを、この世の中から学んでいくわけです。ね,ね聞いてよって、なんでももう無邪気に話す。邪気がない状態。 ね、邪気がないっていうのは、その人が一番強い状態、その状態で、えー、保子供の精神状態を保ち続けさせてあげれば、それが一番子供の自己肯定感が上がりますよね。自己肯定感は何か、自分や世界、この世ですね、から自分が認められている、自分がいてもいい、自分には価値があると思っている状態ですね。でそれ、もう親の仕事はそこだけです。 子供の自己肯定感を高めてやるだけなんです。あとは何をやってもいいです。その子が自己肯定感を高まった状態で、延々と自分のやりたいことをやっていけば、ね、スティーブ・ジョブズとかスティーブ・ボーズニアックとかね、まあ、数学の天才とか自分のやりたいことをやりまくってね、勝手に成長していくんですよ。にもかかわらず、親がその子の,あの運命としてやりたいことをね、その子をそのまま愛するのではなく、 自分が果たせなかった夢を背負わせたり、例えばあのお医者さんになれなかったからお医者さんになりなさいとか、受験いいとこに行っていい会社に入るんですとかね、親の価値観で生きさせようとすると、その子供は親の注目を得るために一生懸命頑張って自分の、えー、神様から与えられた脳ミスをどん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 変更していって、えー、一般大衆になっていきます。まあ、いいんですよ、一般大衆になるのも悪いんじゃないんですよあの。一般大衆と同じ脳の構造を獲得していくことによって、 こののの世で親、えー、注目を得ようとしていきますそれ自体は悪いことではないんですけども本当に子供ありのままのその子を愛してるんですがだから私は最初に言いました子供に接する一番の大原則はありのままのその子を愛してあげる世界中の全員がこいつは犯罪者だ悪いやつだ逮捕しろ死んだ方がいい死刑にしろって言ってもお父さんとお母さんだけは お前がいい子だろうが悪い子だろうがいるだけで生まれてきてくれただけでずっと大好きなんだよ。このメッセージを私は最低1日に3回は発,発しています。夜帰ってきて遅くなってね、もう寝ているときは寝ている子供たちがうーんって言いながら耳元でささやき続きます。お父さん、これ本当ですよ。これね、今言,今言ってるんじゃない、あの、ズームだから言ってるんじゃないんですよ。これ本当に私ね、酒臭い、ブワーってね、酒臭い匂い出しながら、子供たちの耳元でね、あの お父さんはね、お父さんの宝物の子供お父さんはお前のこと大好きなんだよってね。そして、ね、たまに、たまにね、あの子供がね、はいとか言ってね、返事することがあるんですよね、寝ながら。まあまあいいですけどね、あの <laughs> はいとか言って言、ちゃんとお親父の言葉が聞こえたら、はいっていうね、教育ができてるわけです。ちなみに子供たちに、はいって返事をさせる訓練をさせてください。なぜならば、それが子供たちのためだからです。例えば、ちょっとやりたくないね、あの うん、子供あのー、今、あのー、なんだよ、洗濯じゃなくて、あのー、台所に食器が溜まってるから洗いなさい言ったときに、えー、って言ってやるのと、はいって言ってやるの、どっちが素直に子供は頭の中で気持ちよくできますかもう分かってますね。自分の言った通りになるんです。それは子供だけじゃないです。大人もそうですよ。はいっていうのは、親のために言ってんじゃないです。自分がはい っていうことによってその脳の中の回路に入っていう回路に電気が流れますよねそこからつながっているあこれはいいことなんだこれは人のためになってることなんだこれは、えー、やった方がいいこと今すぐやるんだっていう回路にそこから電気が入っているところから流れてブワっと脳の中にそこの回路に電気が流れるわけですそうしたらどうなりますかそうですそういう気持ちになるんですつまり今からやることを肯定的に全集中するために自分に入れるスイッチのために入って 言うのが一番簡単で意味があることなんです。これは大人もそうです。えー、マジかよ。だから言霊って言いますよね。だからマイナスの言葉を使うなってどのセミナーに行っても言います。なぜならマイナスの言葉を使った瞬間はそのマイナスの言葉に対応する脳内細胞に電気が流れてますからね。 電気が流れた瞬間、そこから伝わって、そのマイナスのいろんなところにぶわっと電気が流れるわけです。だから、そのことを考えるな、例えばね、黄色い像のことを考えないでくださいって言ったら、黄色い像のことを考えないでくださいって言って、黄色い像が今一瞬浮かびましたよね。それは黄色い像という言葉が使われた瞬間に、そこに電気が流れてるからなんですよ。黄色い像からつながったその四角イメージのところに電気がぶわっと流れて、黄色い像が出てきたんですだから、考えないでくださいって言っても、もう電気流れたイコール考えたってことなんですよ。 だからマイナスの言葉使わないっていうのも同じ原理ですよね。だから子供は、えー、マジうざーとかね。で、子供たちには最高の言葉を使うように教育してください、ね。だから我が家ではですね、父上、母上と呼ばせています。どうせ小学校でね、ねお父さん、お母さん、覚えてきます。っていうかね、親父とか、ババーとかね、いろいろ覚えてきます。でも、 家で使ってたらどこに電気が流れますかそうです。父親、母上というところに一番多く電気が流れるわけです。それがお父さんとお母さんのイメージに一番結びついた言葉になるわけです。なぜ普通の家庭で父上母上と呼ばせないかそれはお父さん、お母さん、自分が恥ずかしいからです。つまり、自分のために子供にそういう言葉を使わせてるわけですね。私は別にどっちでもいいですよ、ね、お父さんでもお母さんでも。でも自分はちなみにお父さん、お母さんと言って育ちました。 でも、子供たちのことを考えたら、最高の言葉を使う脳に育ってもらいたい。だから、家では子供たちたちたちも、私は敬語しか使いません。まあ、いないとこではね、あいつらがとかって言ったりしますけどね。だから、最上級の言葉を使わせてあげるのは誰のためですかそうです、子供のためです。相手に何があっても、はいと返事をしなさいと教えるのは誰のためですかそうです、子供のためです。 子供にそういう脳を作ってあげる。そういう脳を渡してあげる。そして15歳になったらこの家を出ていけ。15歳になったら自分の力で生きていく。それを15歳までに自分の力で身につけろ。そのためにどうやったら一番効率がいいんですかそれは本を読むことです。ウォーレン・パフェットと1時間話すのに1億円かかります。そうですよね。 ウォーレン・バーベットの昼食代、ね、1時間1億円なんです大体。ウォーレン・バーベットっていうのは世界一かあの株の投資とかうまいね、あのワークシャー・ハサウェイの会,会長ですけれども、ねね、1時間の間に話聞いてて、すみません、ちょっとトイレ行きたいんでって言ってね、行 <laughs> けないじゃないですか、ね。本を読んでください。世界中の偉人、300年前から今までずっと価値があると思われる金言。 その言葉をがまだ残っています。シェイクスピア、まだ残っています。えー、二ト稲造ナゾ福沢諭吉、まだ残っています。それらの方々と彼らが本気で書いた文章を通じて語り合うことができるんですね。これ以上安い、しかもその人と話すのいくらですか ?1000 円とかね、2000円とかです。まあ、もちろんね、こっちの質問には直では答えてくれないかもしれませんけど、全部読めばね、大体答え書いてありますんで。本を 自分の力で読む子供に育てるってことです。どういうことか。はい、YouTube と本があったときに、どっちに行きますかそれはもう決まってますね、YouTube です。何でですか心理学的には、認知・流暢性が高い方を選びます。えー、何それ、認知・流暢性って、認知、認知っていうのは、ね、理解する。流暢っていうのは簡単に。我々が日本語を喋って、こうね、こんなに話せるのはね、日本語は流暢だからですよね。 ここで僕が英語で喋ってたら同じことを言ってたとしても,もう分かんないし、もうすごい時間がかかるわけです。そうするとそれを理解するコストが高くなるので、英語で話している YouTube とあの日本語で話している YouTube があったり日本語の話している YouTube の方もいっぱい見ますよね。それと同じです。本を読むのも認知にコストがかかって流暢じゃないんですね。だから YouTube に行く。 そしたら親がやってやることはどういうことですか、まあ、別にこれから全部 YouTube でもいいんですよ。ただ過去の偉人たちと話して自分でこの世とは一体何なのかっていうのを手に入れていくるに最もコストパフォーマンスがいい。もう1億数億分の1のコスト倍イパフォーマンスですよ、本なんか。私の師匠は名前を挙げればほとんど本の著者です。だってその人と会ったことないけどね、1000円か2000円でそのもう金言が何千年も続く金言が手に入るわけです。 それを子どもたちもやっていただきたいというふうに思っています。それが一番簡単に低コストに自分の力で生きていく、自分の力で判断する人間の脳を手に入れる方法だということは、これは今のこの世において疑いの余地がありません。でも、それね、たいやらないですね。で、私は毎日こういうことをやっています。本を読むのが一番その子にとって、一番いい選択肢になるような環境を作ってあげるわけですね。 だから部屋の中にはあの、まあ、おもちゃもありますけれども、まあ、の本棚が一番多くあります。そしてその本の中で読んでほしい本を厳選してそれだけを置いておきます。もし部屋の中に何もなくてその本が一冊だけあったら YouTube も何もなくその子たちはその部屋の中に閉じ込められてたら絶対その本を読みますよね。なぜならばその彼らがいる世界の中で一番楽しいものがその難しい本なんです。ね、あの 一人でなんか何もやらないでやってるその本読んでた方がずっと楽しいですからね。そういう環境を作ってあげるのが親の使命だと。はい。ここで本日のメインコンテンツ、ユダヤのポイントシートっていうのを今日はご紹介したいと思いますけれども、はい。画面共有いたしました。あの、これね、えっ、ー、と、インスタとかにはね、ないですけれども、これね、ちょっと拡大しましょうかね。 これ、ユダヤ人のゆ教えでは私あの学んだんで、ユダヤシートっていう風にに、ね、名前言ってるんですけど、まあ、子供3人いるんで、3人分の名前を書いて、ですねそれぞれ一番上には、リスト1、子供がやったら親が嬉しいことを子供とディスカッションして、どんどん列挙していきます。例えば、子供がやって嬉しいのは、お父さんの場合はあのス,スマイルゼミとか、なんかそういう。 あのパソコンとか PC とかタブレットでこれをやると勉強になりますっていうゲームがあるんですね。それを1個やると1ポイント。だからこう、で例えばご飯を作るのを手伝うと1ポイントとかね。でこれは親が決めるんじゃなくて子どもたちに出させてください。お父さんが、子どもたち、君たちがやってお父さんとお母さんが喜ぶものって何かなってわーっとこう、ね、どん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 言,わ,言わせるわけです。でそれを書いてってっ ははい、はいじゃあ布団を引いて歯磨きしたらね、お父さん、喜びますとか言ってあ、そうだね、お父さん、嬉しいね。お父さんが望んでるものを勝手に持ってきたら、お父さん、喜ぶねとかで。そしたら、じゃあ、お父さんのものを、えー、父が望んでるものを持ってくるとか、1ポイントとかってね。で、1日の計画やることを親に報告します。今日は朝起きて、えー、何々やって、何々、スマイルゼミを10個やってとかっていうのを朝報告させたら、その報告しただけで2ポイントとかですね。このポイントを作っていきます。そしてですね、 子供がやって親が悲しいことは何かなっていうのをまたね、こう議論させます。そしたら、例えば、嘘をつく。で、ね、間違えたのと嘘をつくのの最大の違いは、そこに本人の意思が介在してるかどうかですからね。で、それを親はすぐ分かります。あ、この子間違えちゃったんだなっていうのと、あ、わざと嘘ついたんだなもしこれが分かんないんだったら、子供の洞察が、ね、足んないんでね、どんどん磨いてくださいあの。分かるようになってきます。ちゃんと目とかね、眉毛を見てれば。<laughs> あのそれで嘘をつく、あとね、このポイントを使用せずに、まあとで出てきますけど、YouTube を見たら、YouTube15 分間見ると4ポイントあの、ポイント消費するとかあるんですね。YouTube を15分間テレビ見ると4ポイント消費、もう15分やると5ポイント消費するとかっていうふうにこう決まってるわけですで。それをポイント使用せずにやってたら、まあ、ポイントかける2倍をマイナスするとかね。で、うちの場合は、あのお母さん、母上を悲します。 来なさいお母さんは今喜んでますか悲しんでいます。そうですね。誰が悲しませたと思いますかはい、私です。そうですね。うん、じゃあ、マイナス5ポイントですよ。で、まあ、こんな感じですね。で、あとは、リストさんは親にやっていただき子供が嬉しいことですね。例えば、ご飯を食べさせてもらったら嬉しいですよね。だから、我が家ではご飯を食べるのに1日3食5ポイント消費します。 だから1日5ポイント以上稼がないとこれがゼロになるわけですね。そして親父は、このポイントがトータルでゼロの時に絶対にご飯を食べさせません。でも安心してください。腹減ったってなったらね、あのスマイルゼミ5個やるだけで5ポイントは稼げるし、父上、靴を磨,磨かせてくださいとか言って、靴磨きね、余計汚くなってるんですけど、あのするとまあ1ポイント、ね、あの溜まったりして。 あのね、それ、なんか、あ,ーあの洗濯物をあの洗濯機に入れてまいりましたとか言って、はい、じゃあ1ポイントとか言ってね、もう簡単にたまりますけど。であの、絶対に親父がやることは、その刑を執行するんですね。絶対に、お前、今、ごぼんにない、絶対に食べさせる。まあまあ,あの、ね、それでも、ちっちゃかったらね、普通にやりますまあ例えばね、うちの場合は、換金デートがお小遣い100円は20ポイントなんですね。 だからあの1000円欲しかったら200ポイント消費するわけですよ。まだね、買うものはの、うちはの鉛筆とか消しゴムを学校で使うやつも配給制というかね、これでお金をポイントで自分で買って、それに相当したものを渡しています。でもね、2500ポイントで携帯電話がもらえるんですよ。今、うちの子供はこの携帯電話に向かってね、あの整えてるんですけど、そうするとね、 YouTube とかをもったいないんで見なくなるんですね。その代わり本を読むと一ポイントっていうのがあるんです。<laughs> で、これは全部読まなくてもなんか何ページか見て、今日は何冊読みましたとか言ってねあのー、やってるんですね。で、まあある程度見といてやるんですけど、例えばこんな感じです。まあ2月12日21番21番でこれご飯を食べるなんですけど、あのこれでマイナスして。 あのつけてない日はねあの、3日間やってたら、あのご飯五5ポイントだから15ポイント引かれるわけですね。で、この13番というのは、多分これあの、スマイルゼミかなんかやったので20ポイント獲得して、今、この子は1500くらいまでいってますね。はい。で、これで、今日のやつ持ってきなさいって言って、こうやって、今、1561一になりましたここの足し,足し算が違う、ずるしてますとかね、こうやって指導するわけです。で、私がチェックすると、ここに親のサインが入るわけですね。 このサインをやっていくと、こうやってどん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 溜まっていって、最近なんか全然、ちょっと減ってますね、ゲームいっぱいやってるんですから、こうゲームやるのも対価を払ってるんで、別にやりたかったらやればいいんですよ、そのために自分が稼ぐっていう、これがいわゆる仕入れと、あれの関係になりますね、いわゆる仕入れとその販売の関係になります。だから効率がいいものにどんどん入っていくわけです。 これ1ポイントだけど大変な割に1ポイントで割り合わねえなってやつはだんだんやんなくなっていくわけです。で、ここの何をやったら何ポイントっていうのは子供が決めてはいけません。親が決めます。なぜならばここがうまくできてないと子供がやらなくなっていくんですね。 だからここのポイントを、ここの何をやったら親が喜ぶのかのリストとかは子どもたちが全部出して、親が、ね、あのヒントを出しながら、これはどうかな、これはどうかなってやりながら出していって、ポイントは最後、親が味付け、ここのポイントで調整していきます。例えば、ここを、ね、3ポイントにするのか4ポイントにするのかで、YouTube を見る頻度が変わってくるわけですよ。まあ、それでも、ね、隠れてあの見てたりするんですけど、そしたら嘘をつきましたねって言ったその倍額。 売学がねあのその、わざと嘘をついたっていうのと、ポイント2倍でね、ガモって引かれるわけです。というような、このユダヤシート、これがです、ね、子供たちが馬車馬のように親の手伝いを開始する魔法のシステムです。まあね、これをね、あのやらせるのはね、まあまあそれは大変なんで、親父が結構ね、睨みを聞かせたり、お母さんに報告させたりね、共同でしたかとかって、ね、やるんですけど、親父が1週間くらい出張でいなかったりすると結構やってません。<laughs> <laughs> はいこのユダヤシート、いかがでしたかこれねあの詳しくは、ねえっと、ユダヤの子育てっていう本に、ね、これのことが書いてありますで。このユダヤの子育てっていう本を書いた人の師匠がえ私の師匠でもあるユダヤの大富豪の方の1人ですね。はい、でちなみに、えー、昨日はその方と、えー、ワイン会で楽しい夜を過ごしました。 はい。それでは、そろそろお時間来たようなので、今日の沢しげみ、江戸時代の公演。あ、そうだ、最後に。江戸時代。なんで江戸時代江戸時代はね、子供を叱るときにどうやっていたか。手を出してください。ね、よく昔の人は、親に詰められたって経験がありますね。ここを詰めてたんです。バーンもしね、叩いたら、これ、米粉とか破れたり、ね、頭が残ったり、本人に支障が及ぶじゃないですか。試しにここやって詰めてみてください。 ま確かに痛みは脳に感じるな。でもなんか痛くないですよね。全然痛くないですよね。ただし、全然痛くないし、あとも残られないにもかかわらず、叱られたなという記憶が一緒に入るんです。脳のメカニズムを説明します。感情と一緒に入ってきたことが記憶に残るんですね。もう一度言います。感情と一緒に入ってきたことが記憶に残るんです。 昨日は番号は何食べましたって言ってほとんど覚えてません。ね、なんか調べれば思い出しますけど、それは感情と一緒に入ってない、ただ食べたものだからです。でも、あの何々レストランで食べた、ほら、あの美味しいやつって言ったら、パーってすぐ思い浮かびますよね。それどころか、小学校の時にみんなの前で恥をかいたとか、中学校の時に告白したけど振られたとか、OK って言ってもらったっていうのは、もうその時の情景とか言った言葉とか、その時のなんか景色とか全部覚えてますよね。それはなぜか、感情と一緒に入ってきたからです。 人間は感情と一緒に入ってきた情報以外重要じゃないなぜならば自分の人生に関係ないと思ってるからそういうそれはね思ってるからじゃないです脳の仕組みなんですねこれアミグダラとかあのいろんな扁桃学とかあってその感情と一緒に入ってきた時の状態を覚えるってことで人間は少ないコストで、えー、意味のある行動が取れるように進化してきたわけですだから常るっていうのは実はすごいいいことであの要は相手に そのダメージを与えずに、あ今叱られたんだ。叱られちゃったっていうのを記憶させる。であ、もう一つ大切なこと叱ると怒るの違いが分かってないでやってる方はこれ要注意です。これ違いわかりますかね？叱ると怒るの違い、これ明確に違うんです。答えを言います。怒るのは自分の感情を発散するためのストレス解消のための自分のための行為です。怒るのは自分のための行為です。 ストレス解消です。叱るのは自分の大切な時間を使って相手にいいものを渡してやろうという行為です。つまり相手のための行為ですね。だから今自分が叱ってるのか怒ってるのか、これすぐね、自分を見れば分かります。あ、俺今怒ってんだと。だいたい叩くっていうのは基本的に怒ってる場合に発生する行為ですよね。叩いたりね。でも叱ってたらそれはもう誠意を持って、あ、 この子は痛みと共に入力させて、えー、このことを記憶させてやろうっていう、これ、その子供のための行為になる。だから、この手出しなさいとか言って、はい。じゃあ、これをこの学びから、明日から君はどうしますかっていうふうに聞いてあげるす。そしたら、明日はこれ、これ、こうやって、えー、っと、こういう場合はこうやって、みたいなね、あの自分でそれを学んでるわけですよ。怒ったらどうですか自分がストレス解消して終わりですよ。ね、相手はなんだかしんないけど、ムカついたなで終わるわけです。 これが悪いものを渡して悪いものが帰ってくる、そういう世界ですね。だいいものを渡していいものが帰ってくる世界。これをみんなで一緒に作っていこうではありませんかご清聴ありがとうございました。イエーイはい、沢さんありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうかぜひですねあの、感想のシェアをしていただきたいと思います。えっと、すごいですね、本当にもう。 ね、すごいですけれども、中5歳に自立させるっていうのは、大丈夫ですかはい、これはですね、<laughs> 大丈夫かどうかじゃないんです。子どもたちにそこまでに自立するっていうリミットを与えて成長させるってことが重要なんですね。実際問題、今の日本でね、自立して部屋も借りられないでしょうし、難しいと思います。うん、その状況になって、彼らは何を味わうんでしょう。 父上、母上、やはりもうしばらくここにいさせてくださいという状態になるかもしれません。うん、よし、わかった。じゃあ、家にいくら入れろとかね。そこでまた新しい教育の場合になりなると思うし、本当に出ていけるんだったら、よし、お前は、僕が40歳で手に入れたものをお前は15歳で手に入れたんだなと。よし、行けと。それでも別にね、あの一回出てたからってもう二度と会わないってわけでもないですし、あのー、 もしそうじゃなかったら子供は王様になるんですね。どういうことか。あまあ反抗期がね、15歳っていうのはあの江戸時代の元服15歳でした。なぜか、ね。反抗期が始まって、反抗期の作用っていうのがあるんですよ。反抗期は何のために行われているか。両親からの価値観を否定することによって、自分の価値観で脳内アップデートしていくっていう作業なんです。これがスムーズにできてない人っていうのは、 親の価値観で生きていくことがだいぶ長いこと続くので苦しみます。まあ親を乗り越えられてないような状態ですね。だから自分のやりたいことと自分が持っている価値観がずれてる状態です。この状態で苦しみます。おかしいな。で、うまくいかなくなります。で、私の場合はとてもあの反抗期が激しかったので、もう親のことなんて関係ねえっていう感じになって、おかげであの自由な人生を過ごせたっていうのが。 晩年になってこういうことを学んでから晩年っていうかね,あのね、理解できた私の,その脳内の構造ですね。で、あの15歳、なぜ原服15歳だったかっていうと、反抗期になったらもう効かないんですよ。反抗期になったらどういうか知ってますかうるせえクソババ、早く人間の食うものを持ってこい。ああ、こんなもん食えるか、マジんだよってね、こうなってくるわけです。で、これは正常なことなんですね。 親の価値観を否定して離れていくために、うちの子供が可愛かったのにこんなこと言うようになってるじゃないんです。正常なんです。だからもうどうしようもない、湧き上がってくる、彼らの体の中から湧き上がってくる私もそうでしたけれども、そのエネルギーで親のかか価値観を否定して独り立ちしていく準備をしているので、よし、正常なプロセスが始まった。ただね、そういうやつが自分たちの、ね、家の中にいるとね、我々もムカつきますので、15歳になったら出ていけと。 俺がこの家に住んでやってんだよ、ねアロー、みたいない。ゲーセン行くから金やこせとかってね、もうなるわけです。そしたら出て行けと。でも出てい、出て行かなければいけないのにすいません。住ませてくださいという状態にさせれば彼らは、あ、そうなんだな、早く、早く一人立ちして、より多くのものを自分の力で手に入れて、自分の力で、 えー、一人立ちしていける、えー、そういう自分になろうってうことを強く意識する一つのきっかけとして15歳ってことですね。はい。だから本当に15歳で、まあ、私よりも稼いでですね。俺の作ったビジネスモデルでは俺は超稼いでんだよとかって言いながら出ていく。これが理想です。すごい,、はい。それを15歳までに仕込むってことですね。ありがとうございます。 でもポイントを貯めておかないと、ご飯も食べさせてもらわないですごいかわいそうだなと思ったんですけど、でも何かすればすぐ稼げるって、ポイント稼げるっていうのもすごくいい環境だなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。デパートとか行ってもね、私は荷物持ったことありません。子供たちが持ちたがってしょうがないんでね、あの <laughs> 荷物を持たせてください。あいあ相手、俺が持つんだ、俺が持つんだっ,つって。あの <laughs> あとね、あのお小遣い制っていうのはあまりお勧めしませんで、ね、なぜならばサラリーマン根性が身につく、ある一定の期間が過ぎると、一定の何かがもらえるっていうことを学習していきますので、それが当たり前になっていくんですね。なんかもらえないのおかしいなみたいなね。まあ、そんな、でも、あこれをやったら1ポイント、2ポイント、やったら20ポイント、100円だっていうね、まあ、そういう仕入れと、えー、その。 販売価格の関係を学んでいくっていうのも、まあ、こう自然に体得できるっていうわけですね。はい、子供はそのうちあの、うん、自分の部屋が欲しいって言い出すんであの、10万ポイント食べるとお前の部屋をあ、うん。今、毎月2万5000円払わしてますけど、僕は。<laughs> ああ、そうですね。じゃあ26歳なんですね。 26歳っていうのが人間の脳が前頭葉が成長しきる,る、はい、そうですね。なんかよく聞きますね。はい。はい、あの保険の,、はい、あの自動車保険も26歳から安くなるんですね。そうですね。はい。あれは前頭葉が、うん、あの成長しきって、自分の情況に対して抑制が効くようになるので、事故を起こしにくくなるから、<あ>それがデータ的になってるので、うん、26歳と31歳で保険料が大体下がると。 今そういう時期なんですね。ちなみにですね、一番自己肯定感を簡単に上げられる方法っていうのは、いつもみよさんがやってるあの方法です。うん、こうハグして、えー、抱きしめるっていうことなんですね。あの特に人間って背中のこの首の後ろあたりって自分で触ることってほとんどないので、この、うん、ね手が届かないところらへんで。あそこが触られてると他者の、うん 一体になってる感覚っていうのが高まるんですね。自分でなかなか触れないんで。あのだからそうで抱きしめるっていうこの光景屋のですね、すごいいいなというふうに思っております。だから子供たちも私抱きしめ、まあ、いつも抱きしめてますね。光景屋に入ってから私の運気はもうガン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 上がってですね、もうすごいことが多い。 怒りまくってるんですね。江原さんがですね、私を誘ってくれて、貢献に入れていただいて、本当にどうもありがとうございました。美さん、いつも導いていただき、ありがとうございます。どのくらいすごいうことが起きてるのかというと、昨日はですね、あのそういう人たちとご縁とか、まあ、要は解放しきった自分を作り上げてくれたのは、ここにいらっしゃるみ桜さんなんで、本当にね、ありがとうございます。貢献はね、これ絶対ね、もういたほうがいいですよ、皆さんね。はい、どうぞ、以上です。い <laughs> やね,ね僕が言ったのね、今全部本当ですからね、これ。